ははい皆さんこんこにちは村長です今日はサムネイルにもありますようにチャット GPT のバカということでですね最近プログラムをチャット GPT を使いながらやってるんですけれどもなかなかですね2021年までのデータしかないということでですね Python で開発する時にライブラリーの問題がなかなかうまくいかなくってですね ちょっとした簡単なところまでは早いんですけれども、なかなかうまくできない。これも分かってきたことかなというふうに思うんですね。どんなものを作ってるかと言いましたら、ここにありますようにデータベースを作ろうということでね、下記のようなプログラムの Python で作るコードを教えてということで、カード型でですね、 この曲名とか日付とかいうのは、まあ、適当な項目なんですけれどもこんな画面にしたいということでただしこの項目数は増える可能性がありますよとそしてこのデータは Excel データを元にして表示しますそれはサンプルアンダーバーデータ XLSX という Excel のファイルですよということで指定をしました そのエクセルなんですけれども、こんな感じの簡単なエクセルです。ちょっとここに一つだけやってみましょう。秋の色。これを追加しまして、2023年の5月の10日。こんな感じに入力をしまして、そして、まあ、名前ですね。谷川山。 なまあ、こんな感じのデータがずらずらっと入っていくと、ここにもしくは項目が増えるという、そういうようなデータベース。これを作ってみたいなというふうに思うわけですね。Excel の表は1行目には見出しがあり。だからここで言えば曲名、日付、作曲、作詞、アレンジ。こういうのですね。データは2行目から始まりますよと。現在のところは、 次の5項目だがが増える可能性がありますということでこんな感じのサンプルですよということでウィンドウは500の500で最初は開いて、えー、ボトムにはフレームを作りうんぬんとですねこうやってチャット GPT にプログラムを作ってもらう協力をですねしてもらおうと思ってこういうコメントを入れてみましたそうしましたらプログラムが出来上がってきまして こんな感じになってるわけです。まあ、行数にしたら100行ぐらいのコードなんですけれども、ここまではまあまあうまくいけるんですけれども、これでちょっと実行をしてみましょう。Python ではこのようなターミナルでですね、ここで Python と打って、そして DB という名前にしてありまして、そして Python 用のファイルということで、ここで Enter を押しますと、はい。 このようになったわけですね。わかりますか。春の色からこのように表示がされているわけです。そうしまして、これでこうやると、3行目出ていませんよね。これはなぜかというと、Excel の方で保存をしていなかったからです。これで保存をします。上書き保存。こうしまして、もう一度立ち上げてみましょう。このようになりました。 三つのデータが表示されるようになります。そうしまして、このスライダーでですね、引っ張ると、これもこのように変わっていくわけです。まあ、ここまでは良かったんです。まずまずのスピードでできたんですけれども、僕はこのコントロールできるものを画面のボトム下の方にですね、幅いっぱいにやりたいんですよね。 ここからがなかなかうまくいかなかった。その理由というのが Python のバージョンが今最新のバージョンというのは3.12ペケペケというようなバージョンになってるんですね。えー、そして安定化バージョンというのが3.11というバージョンなんです。でもですね、チャット GPT は3.10ぐらいまでしか知らないんですよね。ですから どうしてもですね、複雑なことをやっていこうと思うと、問題ができてくるんです。プログラムで言えば、この一番上の方にですね、t k インターというふうに、これ読むんでしょうか。まあ t k インター r as tk というふうになっていますが、この、まあ標準的なライブラリーなんですけれども、これがですね、このバージョンバージョンで少しずつ機能があってですね、 なくなっているパラメーターとかがあったりするわけです。そこで僕はしょうがないですから3.10.8というバージョンに今は落としてあります。まあそれででもですね、ちょっとした単純なですね、この右の下のコントローラーをこの幅いっぱいに表示しようと思うとですね、なかなかいかなくって、多分これは最後は自分がプログラムコードを見てですね、 直さないといけない。そういうふうなことがあるわけです。確かに、このプログラムを一から書こうと思ったら大変で、まあ時間にすれば前からも言ってますように、千倍近く早く作れるんですね。ここまではですね。でも、やはり少しはプログラムのノウハウとか、そういうのがいるなとも思いますし、まあそこへ行くまでもですね、 プログラムでどんなことができるというディレクターのようなこと、もしくはプロデューサーと言ったらいいんでしょうかね。そういうふうに、どういうことをどういうふうなコマンドでですね、チャット GPT に伝えるか、ここがなかなか難しいなというふうに思います。それと、皆さんも気をつけた方がいいのはですね、プログラムを作っていって増えてくるとですね、 約僕がやってる限りでは300行に近くなったらですね、受け渡しができなくなるんです。部分的に渡して部分的に答えてもらうというふうにしていかないと、全体ここまで作りました。これのどこを直せばいいでしょうかというのはですね、300行ぐらいまでしかできない。これを皆さんも覚えておく方がいいです。 チャット GPT の僕はプラスにしていますが、それでも限界があるということと、そしてコードが長くなるとですね、その300行とか言わなくても100行の応答自身が途中で切れてですね、 続きを出してくださいとかですね続きを出してくれていったらですねそこでだんだんボケてくるんですよねバカと書いたのはそういう意味なんですけれどもどん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 悪くしてしまうんですですから最低でも動いているところで僕はこのようにですね Chrome の機能拡張のこの簡単にメモを取れるこれをですねうまく使いましてこれ今僕は20番のところにですね 最低限今動いてるというものをここに残してあります。そうしないとですね、ここで変えていってしまったらですね、元に戻れなくなっちゃうんですね。まあコントロール Z でかなりの履歴までは戻れるんですけれども、これも一つの使い方のコツですので、最低限動くプログラムができたらですね、このように別のところでメモを取ることを忘れないでください。 これがプログラムをあまり知識なくチャット GPT に頼りながら作るやり方のコツですので一つ覚えておいてください。ということでそうは言いながらでもですね昔やっていたプログラミングを思い出しながらかなりのスピードでできているんですけれどももっと便利なツールができてくれたらなというふうに思う今日この頃です。今日は チャット GPT とプログラミング、それも Python ということでですね、お話をしてみました。村長スタジオでした。